だこいつ。エクスプロージョン。釣り竿、まず釣り竿を作ってあげようか。じゃあ釣り竿から。何、素材がない。にがきのこ。ああそうか、全部料理しちゃったな。にがきのこ、ちょっとにがきのこちょっと取ってきます。釣り竿、はい、できた。ちょっと待って、しまって、おーい、できたよ。すげえ。てこ、あのね、カメラじゃなくてカメラじゃなくてメガネかけてるから、そのマイクにね当たるんだよね。そのこの距離感がね、あの普段ほんとメガネかけないから、車の運転ぐらいの時しかメガネかけんもんだから、このマイクのそのこのね丸いやつにこうカツカツ当たるのがすごい嫌。コンタクトにしようかな。釣り竿を作ってくれたみてえだな。そいつはご苦労さん、弱ったな。これで魚を作れるじゃねえか。魚を作る？どうしてそんなにテンションが低いのかって？元老庵のじいさんに聞いたんだ。お前は特別なビルダーだから平気だけど、俺らみたいな普通の人間が長い時間町から出たらまた病気になるかもしれねえって。やってられねえぜ。その釣り竿、お前が使ってくれ。俺の分まで釣りを楽しみな。はいはい、一生引きこもったろお前は。釣りをしてみよう。釣り竿を水辺で使えば釣りができる。浮きが沈んだらすぐ丸ボタンを押そう。魚はもちろん様々なものが釣れるぞ。わっす、びっくり。急に来るのはやめよ。あ、やばい。ん、あー、なんだ、ステルス機能。こいつちょっと強い。よし、これでオッケー。とりあえず釣り竿オッケーでしょ。んで、おっちゃん麻痺の病の、感染源は麻痺のリムルダールを犯す。うん、だから行ってきたんだけどね。破壊できるな、破壊しく。破壊ってどうやって壊すんですか。壊さなきゃいけなかったの。壊すも何もさ、できんかったし。うん、4人。ちょっとノリまた出てる。俺は転んでもただじゃ起きねえ男だぜ。お前は今釣り竿を手にしている。それでいいことを思いついたのさ。釣り竿があれば魚が釣れる。釣れたら食べられるってことじゃねえか。頼む、俺のために魚を釣ってきてくれよ。お前なんだよ、そのめんどくさそうな顔。お手本みたいな顔は。俺だって本当は自分で行きたいんだ。でも堅牢はのじいさんが許してくれねえ。なあ頼む。まあまあ5匹。はい。まあ言われなくても釣りはしようと思ってたけど。あのイワシくれ言うてるやつもおるし。そんなことよりどうやって壊すんだあれ。壊さなきゃいけんかったみたいですね。まあとりあえず先行くか。で、途中川あったからそこで釣りして、見よう。よし、そうしよう。確かに塞ごうとはしたけど壊そうとはしていない、残念ながら。なんたる深く。へい、釣り竿作ってきたから一緒に釣りしよう。えい。浮きが沈んだらって言ったら浮き見えんくね。
あ、こう？お、できた。音で判断すればいいのか。あと4匹、いや5匹、6匹イワシ。はい、冬打ちはやめろ。冬打ちはマジでそれはなし、それはなしだろ。びっくりさせんなお前、本当に焦った。あ、知られてねえが、麻痺の森に面した海辺で釣りと垂れると、銀遊魚。へえ、麻痺の病に効果的だ。すりつぶして飲めば。へえ、了解しました。釣りは心だぜ。はいはい、麻痺の森に面したところ、ここじゃないんだね。オッケーオッケー、じゃあ端っこの方行ってまた一回釣りしてみるか。コアシャいいんだよね。コアシャ。ちょっとここ階段使って。よし、壊すよ。行く。そういうことか。確かに壊れるこれなら。壊した。よし、1。刺さないで。ああ、まひ。麻痺がもうちょっとしまー。ほい。あ、麻痺。これランダムなんだね。何回連続ではいいんだ。ほっ、壊せ。あ、チャンス、超チャンス。ザルだぜ。決めのやつが出てきた。攻撃を誘って、いや、ダメ、ため攻撃ちょっとダメだな、危ない。なるほどね。うわあ、ダッシュ攻撃の後は結構、ダッシュ攻撃の後は結構ね、あの隙がでかい。よし、ここまひ、ちょっと、よし、ダッシュ攻撃の後で、ここもなんやかんやで3発くらいは入る。ここダッシュ余計のまひが4、5、6、7、8、9、いや8回で我慢して、1、あ、ダメ、ダッシュ攻撃の後、2、3、4、5、6、7、8、よし、あっちゃこ、え、あ、やばい、回復。よしよしよし、あとちょほっ、バカめ、引っかかりやがった。オッケー、いけるいける、シェイー、オッケー、オー、これでオッケーだね。倒したよ。もしもーし、人間、邪魔をするなど言ったはずだぞ。私たちは出し抜いたつもりなんだろう。私たちを出し抜いたつもりだ。人間のくせにお調子に乗りよって。私は人間などという顔色の悪い生物は大嫌いなんだ。どういうこと？人間が嫌いってことね、うん、人間などという人が嫌いなんじゃなくて人間が嫌いってことね。
すべての人間に好意を持っているなどと思わんことだ。さああっち行け、もうわしに構わないでくれ。あ、すまんね。なぜリリパットを助ける。とにかく礼を言うよ、ありがとう。どういたしまして。で、とりあえず倒したのはいいんだけど、釣り釣り、あのね、なんか特殊な魚が釣れるよって言ってた。襲ってこないやつは攻撃する必要はなし。ここら辺でいいのかな。ここでちょっと釣りしてみようか。こう、ほい、おー釣れる銀遊魚。ちょ、10匹ぐらい釣って帰ろう。なんだ、スライムゴム、スライムのふんわふわ浮かぶ風船をひらめた。なんか釣れました。うん、もうイワシしか釣れなくなっちゃった。戻ろう。オッケー、これでオッケーでだね。うん、ケンローワーの、ケンローワーか。お、待ってた。すごいところで待ち構えてるあいつ。じゃあイワシから行くか。イワシ、おい、イワシ、うひょー、えてこイワシを釣ってきてくれたんだな。さあさあさあ、その魚はみ出て降りてくれよ。おい、やるよ。うひょー、この光沢、この艶、この輝き、こいつはすげえさ、とんでもなくすげえっつ、やべっつ、このイワシって言うんだ、やべっつ。今日は一人魚祭りだ、食って食って食いまくってるぞ、あはは。よし、赤い油で、またなんか出よる。なんだよ、えってこかよ、気安く話しかけてくんだよ。まったく、なんで急に嫌われたの。魚を釣ってきてもらったのは良かったんだけどよ、俺じゃうまいこと魚料理調理できる、できないことに気がついたんだ。たく、最近すっかり忘れてたぜ、俺たちものづくりの力を失ってたことをな。え、でも俺が設計図を書くからさ、魚を料理できる料理部屋を作ってくれよ。あ、頼む、こうする間にももらった魚の目がどんどん濁っていってんだ、やべっぞ。はい、わかりました、作るよ。で、もう一人ね、先元老は話しちゃった。はい、倒してきたよ。なんと、麻痺の病の、感染源がキャタピラーの巣であったと。病の元があのキャタピラーであるこということは、うむ、うむむ、うむむむむ、むむむむ、ふんふんふん。はい。できたんでしょ？はい、これで麻痺の薬ができる製造をしよう。なんじゃと、さっきのおかしな動きはなんだじゃと。うん、そのふむふむってやつ、あれは雰囲気らしいじゃ。えてこ、余計なツッコミ入れるでない。はい、お、命の木の実で、満月丸、満月丸、満月眼かな、満月のリング。はい、持ち物、持ち物じゃない、イワシ、イワシの人、イワシの人、これ、はい、イワシの、あ、焼かなきゃいけないのか。ってことはまず料理台か、料理台作っちゃうか。じゃあ、一旦睡眠、あー、やばいやばいやばい、ほっ、寝る。よし、設計図もらったから、もう料理台、多分料理台作る、使うから、ここにさ、かぶせて作っちゃえばよくない？
ダメ？ダメ？んじゃあ、ここ？横にしようじゃあ。じゃあ、ここにしようよ。2階にする？ちょっと考えよう。2階に魚料理台。そうすっか。よし、2階建てにしよう、ここ。まず土。床のさ、木の床のやつとかってないかな。あるじゃん、木の床。木材。作りまして、で、木の床を作る。で、フローリング。よし、フローリング。よし、オッケー。これで、土を置いても大丈夫だね。よし、じゃあ設計に取り掛かります。建設。高さは3段にしよう。屋根。とりあえず一回囲っちまって。ちょっと足りんくなってきた。これ土足りねえな、これ多分。